天明関ヶ原、東と西が衝突する終焉の戦。それと時を同じくしてもう一つの戦が幕を開けていた。ごきげんよう、独眼竜、そして若き虎。小十郎はどうした？サスケは？時の流れは残酷だな。こうしてただの残骸となった。時が許せば薬の一つも詰めるものを。どうかこらえられよ、政宗様。なぜ刀を差し出して命乞いをしない？主の身のためならばそれは捨てるべきものだ。右目よ、それがお前の限界です。いざよ、細い支流に引導。成果は必ず持ち帰るさ、大将。海の上の風魔、あんたの差し金だったのか。虎の影が水に落ちても溺れ足りぬと見える。今の武田には仲間がいるようではないか。見透かしてくれるね。否定はしないけどさ。おいたわしや信長公、こんなに軽くなってしまった。一の兄様をその手に抱かせて。邪気がその印を手柄に変えるつもりか。待て、水なり侮るな。やめてください、信長公の看板に傷がつく。水秀、このたわけが。信長公、信長公。さあ行くよ、初めての一人マグマグの旅。道中の方々には私が一報を入れておきますね。この俺を食らおうって腹か。ちょ、天海様。くせ者じゃ、出会い不満。ガクガクムルムル、違うんです。勇者小早川秀明、なぜ我らを選んだ？奥方殿を人質にして前田を東軍に組み入れる。さすが我が輩、見事で素晴らしい作。イヌチオ様、待つ。ここは使える身の覚悟。池宗茂、目をお覚ましください。サビー様にもぶたれたことないのに、この世の果てまで島流しです。頑張るぞ、今日で侍おしまいだ。やんちゃな主さんなんですね。サビー様、どこにいるのですか？サビー様か、北だよ、北。サビーどんも、おまはんを見たら喜びよる。物足りません、芸者ガールを呼びなさい。なんて無礼な子供なんだ。いいぞ、ガスガちゃん、もっとこう、バイーン、バイーンと。さあ始めよう、私の時間だ。完全復活！